ジョー・サウスはアメリカ合衆国のシンガーソングライターでギタリストである。代表作に孤独の影、リン、アンダーソンのカバーバージョンがヒットしたローズガーデンなどがある。本名はジョセフ・アルフレッド・サウター。キャリアとして最初のレコードは1958年7月に NRC レコードから出したノベルティヒットのザ・パー、e ・アップル・ピープル・イーター・ミー・ツ・ザ・ウィッチ・ドクトルである。 このヒットを皮切りに、サウスの音楽は次第に真面目なものになっていった。1959年に、サウスはジーン・ヴィンセントによって録音された2つの曲を書いた。アルバム、サウンズ・ライク・ジーン・ヴィンセントに収録された、アイ・マイト・ハブ・ノン』と、アルバム、ザ・クレイジー・ビート・オブ・ジーン・ヴィンセントに収録された、ゴーン・ゴーン・ゴーンである。サウスは以前に、 アトランタの音楽出版社で、ラジオパーソナリティのビル・ローリーに出会い、音楽の道を励まされていた。サウスは、アトランタのナショナルレコーディングコーポレーションで、レコーディングのキャリアをはじめ、他の NRC アーティストのレスティーブンスや、ジェリー・リードらと共に、ギター演奏スタッフとして働いた。サウスの最初期のレコーディングは、NRC で CD へ、再レコーディング化された。サウスは、 優れたスタジオミュージシャンでもあり、トミー・ローのシェーラ、ボブ・ディランのアルバム、ブロンド、オン・ブロンド、アレサ・フランクリンのチェーン・オブ・フールズでギターを弾いている。記録によっては、サイモンガー・ファンクルの最初のヒット曲、サウンド・オブ・サイレンスに加えられたエレキギターのパートをサウスが演奏したとしているものも、あるが、他の記録では、あるゴルゴーに飛びニー・ベルをギタリストとしてクレジットしている。 ビリー・ジョロイヤルは、ダウン・イン・ザ・ブーン・ドックス、アイ・ニュー・ユー・ウェン、ヨーヨー、ハッシュといったサウスの歌をレコーディングしている。1960年代終盤の社会問題に、こうして、サウスの楽曲スタイルは根本的に変化を見せた。最も如実に現れているのが、1968年に出した辛辣でナンセンス味のない、孤独の影であり、大西洋の両側でヒットした。 みずみずしいストリングスの音色、オルガン、ブラスを伴奏として、この作品は、グラミー賞の最優秀コンテンポラリー楽曲賞と、最優秀楽曲賞とを受賞した。サウスはさらに、バーズ・オブ・エーフェザーや、自己制作的な二つの曲、すなわち、基本に帰る、ドンとイットメイクユーウォントゥ t t ー Go と、社会を挑発する、ウォーク・エーマイル・イン・マイ・シューズといった、 ヒット曲を続けて出した。ジョー・サウスの作品で最も商業的に成功したものは1971年のカントリー・ポップ部門で大ヒットとなったリン・アンダーソンのローズガーデンである。この歌は世界の16の国でヒット曲となり、アンダーソンはボーカル部門でグラミー賞を受賞し、サウスは最優秀。 カントリーソング部門と最優秀歌曲賞部門の二つでグラミー賞にノミネートされることとなった。サウスはアンダーソンに、How Can I?、u n Love You や、Fool Me といったさらに多くのヒット曲を書いた。フレディ・ウェラー、ジニー・シー・ライリー、ペニー・デ・ハーベンといった歌手もサウスの歌でビルボードカントリーチャートのヒット曲を放った。さらに、サウスの最も有名な歌をカバーしたものが大半では、 あるものの、サウスが書いた歌をレコーディングした歌手には、ジョニー・キャッシュ、グレン・キャンベル、ロレッタリン、キャロル・バーネット、アンディ・ウィリアムス、キティ・ウェルズ、ドッティ・ウェイスト、ジム・ネイバース、リズ・アンダーソン、ジョージア・サテライズ、ケイティ・ラングラがいる。1971年に、兄弟のトミーが自殺したことにより、サウスはうつ病になっている。トミー・サウスは、ジョーのバックバンドのドラマーであり、 ライブ演奏の時だけでなく、サウスがビリー・ジョー・ロイヤル、サンディ・ポージー、フレンド・ラバーといった他のアーティストをプロデュースする時のレコーディングにも参加していた。サウスは1979年にナッシュビル、ソングライターの伝道に迎え入れられ、1981年にはジョージア州音楽の伝道の一員となった。1988年には オランダの DJ のヤンドン・カースがビプロラジオの番組でサウスにインタビューした。このラジオ番組ではサウスの新曲も4曲公開されたが新しいレコードは発売にならなかった。2003年9月13日にサウスはジョージア州音楽の殿堂の歓迎式典でバディブイ、JR コブ、チップス、モーマンダと共に演奏した。サウスの最後のレコーディングとなった オプラクライドは2009年に行われ、ソザシーズ・アレ・グローイングと、エールック・インサイドが1枚になって、再リリースされた CD のボーナストラックとして収録された。サウスは2012年9月5日に、ジョージア州ビフォードの自宅で心不全により死去した。72歳であった。ありがとうございます。